おひけなすって邪魔でございます。昨日はね、ワールドカップ、ロシアワールドカップ予選配信、たくさんの方に来ていただきありがとうございます。28,000 人ぐらい来てたみたいで、まあ、常時アクセスは300とか400とか200とか、もうバペペペだったけども、まあ、たくさんの方に来ていただいたみたいで、コメント数もすごいことになっておりまして、ありがとうございました。まあ、楽しいね。みんなでサッカー見るっていうのは楽しいね。うん。まあ、今後もね、ビッグマッチとか、まあ、代表戦を中心に、こういう企画をやっていきたいと思いますので、まあ、来れなかったよっていう方はね、ぜひぜひ、まあ、次回来てみてください。ということで、まあね、お話もさておき、僕がね、まあ、試合中見ながらだと、なんかこう、まあ、特に喋ることもできないんだけど、いろいろやっぱ考えてみて、もう一回試合を見直してみて、結果ね、やばいんじゃないかと、いうことを気づきましたんで、皆さんにぜひね、聞いてほしい。邪魔が気づいた点、みんなに聞いてほしい。それはですね、まあ、これ見ててね、まあ、最初、1試合目 UAE 戦か、まあ、そうだし、今回の、まあ、岡崎を外して浅野とか、まあ、いつか忘れちゃったけどね、原口をサイドバックで起用した時もあったし、で、今回はね、サイドで原口、で、まあ、中盤ボランチに、蛍と、山口蛍と長谷部。まあ、そういう感じでね、起用していったハリル監督。ちょっと、アジア予選をちょっと軽視しすぎじゃないかなという風に感じました。邪魔。なんでかっていうと、まあ、それはね、多分だけど、ワールドカップの、なんていうの？まあ、本番にピークを持っていくために、いろいろやっぱね、モチベーションとか、まあ、例えば今からさ、なんかこう、日本代表の今一番できる完璧な、戦略とかを、まあ、教えてさ、そのままやり続けても、もしかして飽きたりとか、そういうとこでね、なんかこう、プレイヤーも人間だからね、こういうモチベーションとか持っていって、いろいろなバランスっていうのはあると思うんですよ。本番前にちょっと一回負けさせとくとかね、負けさせといて、次強いやつとやって、そこで勝つ自信があるから。で、そこで勝って、お、俺たちやれんじゃんみたいな感じで本番迎えるとか、なんかそういうね、こう、プログラムというか、こう、本大会までの、こう、持っていき方とか、で、その、ハリル監督が最初就任した時に、結構みんななんか、なんていうんだろう、言いなりになってたっていうか、なんか言われたことしかやらないみたいな、状況を作った中、その、なんか、ハリル監督、それに、なんかこう、コミュニケーション一人一人取って、なんかこう、ヒアリングしてね、いや、自由にやってもいいんだよ、みたいな、バランスにしたりだとか、そういうね、ところはね、上手だっていうのを聞きましたんで、まあ、多分そこら辺でなんかそういうなんかチームをこう持っていく、大会までに持っていくっていうのを、モチベーションだったり、コンディションだったりね、そういう、すべて、体のあれだけじゃなくて、コンディション持っていくっていうのが多分すごい上手な方なんでしょうけども、やっぱヨーロッパの人から見たら、まあヨーロッパのね、ワールドカップの予選とかも全部見たことないからわからないけど、アジアってやっぱ特殊なのかもしんないね。中東の笛とかさ、そういうのもあるし、まあ、日本がね、世界から見てどういう風に見られてるか、アジアから見てどういう風に見られてるか、もうそれが全然違うから、対戦相手の戦い方っていうのがガラッて変わってくるんだよね。今すごい、日本って中途半端で、まあ、気持ち悪いところっていうのかな、その、アジアでは、まあ、今回のは別としてね、今までの過去の日本の評価としては、アジアではもうほとんど負けなし。だけど、世界ではあんまり勝てない。まあ、勝てはするけど、まあ、強豪国、世界で見て強豪国っていうところには入らない。そういう中途半端で気持ち悪いところに日本がいると思う。ここはもしね、フランスとか、ブラジルとか、スペインとか、ドイツとか、もう世界でも、まあワールドカップ明日やっても優勝狙えるよみたいな、まあ言ってもね、いつでも強かったチーム。まあ、弱い時もあったけど。っていうのはやっぱり予選から本大会まで強い強豪と戦うっていう姿勢で来られると思うんだけど、日本だと、世界だとね、まあ、ハリルさんなんて世界の人だから、まあ、日本こんなもんかワールドカップで、みたいな。で、アジアはまあ、簡単に勝てるんでしょって思ってたのかもしんない。違うんだと。もう、ボールも回されるし、引いて守られるし、負けて引き分け狙いで来られることもあると。そこでいかに勝っていくかっていう戦術とかを練ることをね、ちょっと、怠っているんじゃないかなって思いました。ハリルさん。ハリルさんすいません、僕みたいなもんが。本当にもう、言いたくないんだけど、言わせて！本当にもう、敵意はないんです。だけども、ハリルさん。なんだろうね。こう、いろいろね、試しすぎな気がするんだよね。多分だから、その、今まだね、選手を見ている段階なんだけど、ある程度だから選手を、まあ、多分ね、俺もチームプレイだけど、キャプテンやってさ、思ったことがあるの。まあ、それはね、世界の代表の監督とかとはレベルが違うんだけど、やっぱり、その茶間入れっていうのをね、作って、まずは俺しかいないの。そっから、元茶間入れがいて、で、そいつらに声かけて、出れないよっていう人がいたら、じゃあ、ここのポジション空いてるから、募集しましょうとか、そういう感じの流れになるんだけど、その、やっぱりね、11人、誰がスタメンって決まるまでは戦術決められないのよ。なんでかっていうと、こいつは、守備は下手だけど、ドリブルはすごい上手いなってなったら、じゃあこっち、サイドバックの後ろのポジションとか、まあ、近くのポジションでちょっとカバーをしてくれる、献身的なやつを置かなきゃいけない。そしたら中盤からの、じゃあでもこの献身的なやつは、カバーとかするけど、ドリブルとか、視野が広く、パス出したりとかっていうのはできないんだよな。じゃあ、どうすんのってなるじゃん。だからここ11人いて、あ、こいつはうまい、こいつは下手、こいつはうまい、こいつはうまい。ここがうまい、こいつはここがうまいけど、こいつはここが下手って、それぞれ1人ずつあるんだけど、それを適正、お前、シュートうまいな、つって、前行け、つって、お前、なんでもできるけど、何より大好きなのは、その、わがわがしてないと。献身性があると。じゃあ、後ろやって、みたいな感じで、まあ、うまい下手っていうよりは、まあ、適性をね、見て、やっぱ決めていくんだけど、それね、決めないとやっぱりね、指示も出せないの。コーナーキックの時、例えば、まあ、フランスを使うっていうね、チームで言ったらフランスを使うってなったら、バラン上がろうかって言っても、バランが誰かわかんないから、今言ってもしょうがねえしなって俺思っちゃうのよ。そういう感じで、予選までにとりあえず、このぐらいのレベルに持っていきたい。2段階で考えたらいいと思うんだよね。アジア予選勝つためにはこのぐらいのレベルが必要だから、まあ、とりあえず、ここを目指して、完成度が、まあ、例えば日本がね、ハリルさんが考えてる最高の日本っていうのが 100% だとしたら、まあ、仮に、まあ、60% までいけたら勝てるだろうっていうので、とりあえずそこをゴールに、メンバーをちゃんと固定して、戦術を作っていく。戦い方を決めていくっていうのは大事かなと思いました。で、なんでそれが大事かなって思ったかっていうのは、まあそういうね、マイナスポイントも含めて、いいポイントとしては、ホンダがさ、まあ、後半何分か忘れちゃったけど、ボーン行って、ボーンロングクロスみたいなのを、ロングの逆サイドチェンジを、酒井のヒロキの方に当てて、で、ヒロキはでかいから、サイドバックなのに。で、あっちはね、多分だけど、めっちゃちっちゃいやつだったから、タイのメッシがね、こう、ヘディング競り合ってたんだけど、まあそうなるよね、必ず。中盤に真ん中にはフォワードが1人と、ホンダと、あと何か3人ぐらいいて、ここつかなきゃいけないから、もうサイドバックかサイドハーフの人が、この酒井宏樹にマークしなきゃいけない。で、そこでヘディングで落として、ホンダがトラップして、ちょっとね、シュート、ミートがちゃんとしなかったのか、まあ、ふわっとしたシュートで点は入らなかったんだけど、そこがね、いいなと思ったの。それはやっぱり、背が高い酒井宏樹がサイドバックをやっているっていう、プラス、ストロングポイントが見えてるから、そういう戦術を作れていくわけでしょ。で、酒井が上がったら、じゃあ酒井はよく上がるとか、ポジショニングがちょっと下手だな。じゃあ、ボランチなのか、サイドバックなのか、サイドハーフなのか、中盤のセンスね。カバーをしなきゃいけない。こいつがいいというふうに、パズルのように決まっていくような気がします。だからまあそういうところも含めて、ハリルさん、もうちょっと早く決めた方がいいんじゃないか。まあ、いろいろ試すのはいいけど。で、なんか俺、ハリルさんがこういうの見てて、戦術的な理解度は原口が一番良かったんじゃないかなって思ってた。原口、実は。ホンダとかも賢いけど、ホンダってなんかまあ戦術理解度賢いんだけど、サッカーってこうだよねみたいな基本はめっちゃ分かってると思う。でも戦術理解度で言えば、原口の方が良かったような気がする。で、俺ちょっとね、後半、ハリルさんそうだけど、もっとね、1点取って、1-0 の状態で追加点欲しい中、やっぱり前の選手、特に、本田、香川、まあ、ホンダはちょっともう疲れてたし、そう、ホンダスタミナなさすぎだね。しかもタイの人にさ、結構、ぶつかられて、フィジカルで負けてたから、でスピードもないし、体力もないし、結構厳しいんじゃないかと。俺だから、ホンダ、ボランチあると思います。俺が思うボランチは、山口蛍と本田です。で、山口蛍はもう守備戦だから、まあ、昨日はすごいね、攻撃の目を積みまくってて、しかもファールというかカードをもらわず、そういうね、ところは評価できると思いますが、長谷部と、昨日はね、山口蛍と長谷部が組んだから、中盤こっから、中央の、から攻めるってことが、もうゼロになってたよね。だからサイドバックが上がって、まあ、原口と本田でこう連携して、結局そうなるとクロスゲーになってた。うん。ってなると、香川が生きない。うん。中盤からこう、縦の意識の方がいいからね。うん。そうなると、やっぱり、長谷部が、俺、いらないかなって思っちゃったね。長谷部と蛍だったら、俺まだ、長谷部の方がいいような気がした。まあ、長谷部もかっこいいけどね。うん、いいやつだけど。そうなると、本田だったらドリブルで仕掛けたりとか、パス、ちょっと強引にでもね、縦のパスもつなげるし、パスに足元自信あるだろうから、キープもできる。じゃあ、蛍。本田。まあ、ここ蛍のとこは長谷部でも、まあ、全然いいと思うけど、で、中盤もありつつってやったら、こう、中盤から攻めると相手のね、フォーメーションがぐっとこう、コンパクトになるからサイドも開く。で、サイド開いたら、こう、中盤、左、右にサイドチェンジして、酒井宏樹がヘディングで落として、岡崎なのか、まあそこにいる人、誰かわからんけど、落として狙うっていうのは、いいかなと思います。うん。あともう後半のね、後半こうちょっと、なんだ気抜けてんのか、1点取られそうなミスがね、2、3個連続であって、怖かった、茶馬くんは。やめてああいうのまあそんなところですかね。まあでも勝ってよかったっていうのは思ったんですけど、対相手にイメージだともっともう 5-0、6-0 とか、前半で試合が、の決着がつくような内容になるかなと思ってたんですが、ならず、これはちょっと怖い。うん。だから、まあ UAE 戦もそうだけど、UAE 戦で俺誰がなんかね、先般とかどうこうってないと思うって言ってたと思うんだけど、なんでかっていうと、やっぱり、それぞれの選手が自分たちが持ってきたスキルだったり、サッカー哲学みたいなので、プレーしてるだけで、なんかハリルが何したいかがわかんない。多分だからメンバー選考中だから、なんかざっくりした、今日はじゃあサイドから攻めようかとかはあるけど、こっからこう連動して、じゃあこいつこっち来てみたいな細かいことは多分指示がないから、バラバラになってると思うんだよね。で、香川も結構後半邪魔するようなプレーが2、3個あって、なんだろう、そういうのも多分それぞれのに一つ大きい柱をハリルが立ててあげてないからだと思いました。そんなもんか昨日見て思ったのは。まあでもみんなで見たら楽しかったね。うん。それがね、実は一番大きい感想だったんだけど、まあ試合もっと見ろっていう話なんだけど。うん。だからもう俺は、本田、ちょっとサイドの選手で、もうちょっとあそこのポジションはスピードが欲しいなって思って、いますね。うん。まあキープできてスピードが持てる人、できる人。まあ、右宇佐美、左原口とか、まあ、香川でもいいし。で、俺はね、一番思うのは、昨日この2試合見て思ったのが、もう主役は香川、本田ではないんじゃないかと。清武のチームが見たいって思いましたね。清武がメインのチーム作り、ハリルさんにはしてほしいな。そういう風に思いました。まあ、あと、次10月とかか。もっとだっけ ?11 月だっけ忘れちゃったけど。結構時間が空くんで、この2試合をね、通して。まあ、この2試合で、見たと。まあ、1個落としちゃったけど、ハリルさんが、もう見た。もしかしたら俺、対戦はね、あのメンバー、まあ、何人か交代してっていうのがあったんだけど、交代した選手は、当確の選手。もうこいつは使えるな、みたいな。岡崎とかもそうだし。大島はまあまあ、ボランチのところはね、まだまだ探し中ではあったんだろうけど。もしかしたら、対戦に出た選手っていうのは、試したかった選手。で、岡崎とか当確なんじゃないかな、というふうに考えております。そう考えると、次の、次どこだっけイランだっけ忘れちゃったけど。までには、もうかっちりとした戦術を、決めてきてくれると思います。もしそこで決めてなかったら、俺は結構、まずいと思います。敗退あり得る。皆さんはいかがお考えでしょうか？お返事くださいな。ということで、ほんと、何も知らないけどね、見てて思ったこと、まあサッカーにわかでございますが、言わせてほしいなと思ったので動画にさせていただきました。偉そうにすまんぴー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら、パー。みんなの意見をコメントに書き込んでね。サッカーをもっと楽しめる動画になればいいと思います。さようなら。